こんにちは。まだまだね、暑い日が続きますので、今日は、夏バテ対策というところで、食欲ですね、食欲、しっかり、食事が取れるような、そんな調整というかね、セルフケアをお伝えしたいと思います。はい。でやっぱりなんだかんだ言ってもこう寝るのと食べるのね、私よく言ってるんですけども、寝るのと食べるの、この2つができてると結構人間の体ってこう維持できるんですけども、どっちかが崩れてくると体力落ちたりとか、まあ、免疫が下がったりとか、いろんなことが起きてきます。はい。ですのでその中でも今日は食事ですね。夏バテしてなんとなくだんだんこう夏の後半になってくると、もう冷たいものしか食べれないとかね、こうツルツルしたものとかに走りがちなんですけども、ちょっとここでね、胃腸の動きを、特に胃の動きを良くするような、先週のね、土曜日もちょっとそんな量子場調整でそんなお話をしたんですけれども、今日は、体操というところで、しっかりお伝えしたいなと思います。はい。で、胃の動きを良くするように、まあ大きく分けて交感神経と副交感神経っていう、まあ、2つの面からアプローチできるんですけども、今日はその中で交感神経の方、背骨のね硬さをちょっと緩めて胃の動きを良くしようっていう体操をお伝えしたいと思います。はい。で具体的には背骨という高さ、いろんなね場所があるんですけども、背骨の中でもねこの辺ですかね、ちょうどね肋骨がなくなるあたりって言ってもね、多分自分の肋骨が背中のどこら辺まであるかってなかなか難しいと思うんですけども、大体女性だとブラジャーの線が大体この辺の方が多いですかね、肩甲骨のね 下かその前後なので、ここよりもちょっと低いぐらい、この辺の高さ、ここら辺を中心に、ひねったりとかして緩めてあげると胃の動きが良くなります。ここら辺はね胃のツボがあって、こう胃湯って言って胃を動かしてくれるツボがあるんですけども、胃の状態があまり良くないとこの辺が硬くなったりとか張ってきたりとか痛いっていうことが出てきたりするんですけども、逆にそれはサインだったりするんですけども、この辺をしっかりこう運動とかストレッチとかで緩めてあげていると胃の動きが良くなってきます。はい。ですので今日はねこの辺少しちょっと中心にひねってみましょうということで、これそう大体ねこの辺になります。見えてる？あ、見えてない。この辺だと、あ、これだと分かりやすいかな、大体ね、この辺です。うん。皆さん大体もう手で届く範囲でこの辺ですよね。うん、この辺、この辺を中心に、背骨をひねる、ただこれだけです。前後のね、ストレッチももちろんとってもいいです。前かがみになったり後ろ反るような感じでもいいんですけども、でここを中心に動かすっていう意識を持つのが大事になってきます。はい。横から見ると、そう。ただ単純にね、こう前かがみになったり、こうのけぞったりするだけだと、意外と一番自分の柔らかいところが動いたりするんですよね。ですので、さっきの場所ですね、この辺の位置を中心に伸ばしたり、こう背中丸めたり、胸を張ったり。そういう意識を持ってやるっていうのが大事になってきます。前後でいうとこんな感じですけども、一番いいのはやっぱりね、ひねりですね、ひねり運動、このぐらいの高さを中心にこうひねる。そうすると結構腰はね、腰が動いちゃうんではなくて腰が固定することになると思います。腰からちょっと上までが、固定した状態で上半身をひねっていく、これがね一番いい感じになります。で手っ取り早いのが、棒を持つことですね。棒、ほうきとかあるじゃないですか、ほうきとかなんかちょっと長めの棒、久しぶりにこれが登場したんですけど、最近使ってなかったんですけど、そういえばね高さで言うとこの意外とこれ難しいんですよ、使うのこの辺の高さでね、ひねってあげたいのがね、この辺の高さなんですけど、なんでもいいです。こういうなんか長い棒を持ってこう後ろに持ってきます。でこんな感じで自然と肩を落とした状態で肘に挟むと、本当にねピタッとちょうどさっきの胸椎十二番あたり、この辺の高さに来ます。はい。でこれを中心にこう右左にひねります。そうすると腰が回っちゃってるとあんまりこの辺りがひねられないんですけども、腰を固定しようと思って意識した状態で上半身をひねる。そうすると意外とねひねれる範囲少ないと思うんですよね。はい。でもねこれで OK なんです。狙ったところがちゃんとねじれるようになれば OK です。はい。あと横もありですね。横もこの
当たってる背骨の高さを中心にこうひねる感じですね、伸ばす感じ、はい、ちょっとこんな感じで棒を使ってこの辺の高さを中心にひねってあげてみてください。そうすると意外とね、胃がねゴゴって動き出したりとかね、あのちょっとお腹胃が動いてないとやっぱりお腹が減らないです、はい、なんとなくもたれた感じ、重い感じするんですけども、体操やってしばらくするとね、少しお腹が空く感じとか動く感じが出てきたら OK ですので、ぜひぜひ、はい、やってみてください、うん、こんな感じかな。そうで次回来週はね、今度副交感神経、胃の動きを良くするような感じで副交感神経の方からアプローチする体操をお伝えしたいと思いますので、また、はい、楽しみにしておいてください、はい、でまたねちょっと役に立ったなと思ったらいいねボタンを押してもらうと私の、原動力になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それではまた来週お待ちしてます。